釣りの伏せとは、合戦における戦法の一つで、戦国時代に九州の戦国大名、島津義久により考案実践されたと言われています。おとりとなる部隊を配置して、敵部隊を釣り、餌に引っかかったところを野に伏せておいた伏兵で包囲殲滅する戦法で、島津家の四男、島津家久は、この戦法により、数々の大物武将を討ち取っています。特に総大将として指揮した、越荷川の戦いでは、長宗我部家嫡男の長宗我部信親、三好一族の祖郷正康も犠牲に。家久は祖父の島津忠義から軍法戦術に妙を得たりと称され、その天才的な軍略で、大友軍、龍造寺軍、豊臣軍を圧倒したのでした。